今日も海底を人類のものにするために頑張っていこう。前回建設指示を出した住宅が全部完成しているな。今回は引き続きこのドームの開発を進めていくよ。ところで前回建てたスーパーはちゃんと機能しているのか？もちろんさ。ケーブルカーに乗って、第二ドームからお客さんがやってきているよ。今は年間でお金381億を稼げているみたいだね。ここから人口が増えればどんどん利益が上がるから、今後の伸びしろに期待だな。それじゃ開発を再開していくけど、同時に今回は海底探検をどんどん進めていこう。潜水艦がコロニーになくても補給が行えることが分かったからな。電池は十分あるし、今までの遅れを取り戻すように積極的に調査ポイントを回るとしよう。それじゃあ早速潜水艦を発進させるぜ。今回最初に向かうのは水没した潜水艦。鉄やプラスチックを回収できる可能性があるとのことだ。鉄とプラスチックはいくらあっても困らないから早速回収を命じるよ。そしてびっくりするほど何事もなく現場に到着。コロニーの開発を進める前に調査ポイントに到着したな。じゃあ探検隊に沈没した潜水艦を調べてもらおう。破棄された潜水艦からは、鉄163個とプラスチック130個が手に入ったぜ。鉄とプラスチックがあると前評判を受けてやってきたけど、本当に鉄とプラスチックが手に入るとは。そりゃ情報が間違ってたらなんだそれってなるだろ。このまま帰還しようと思ったけど、探検隊が救難信号をキャッチしたみたいだね。位置的にはコロニーへの帰りに寄れる場所だし、ちょっと救助活動でもしておくか。見捨てるのも悪いからね。探検隊には救難信号の場所に向かうように指示しておいたよ。それからしばらくして、探索隊が救難信号の場所に到着したぜ。よし、信号の出所を突き止めるんだ。信号の発信源は見つからなかった。は？おいおい、ご探知か？なんで受信したはずの救難信号が消えたのかはわからないけど、ここにいても得られるものは何もないということはわかったよ。無駄骨を折ることになっちまったな。こんな風に探索が空振りに終わることもあるみたいだね。しょうがないな。探検隊には一度帰還してもらって、回収した鉄とプラスチックをコロニーに移してもらおう。それじゃあ、私たちはコロニーの開発に取り掛かるよ。資源レイヤーを確認すると、この辺りにはまだまだ鉱物が取れる土地がたくさんあることがわかる。白っぽい土地がそうだな。まだ手つかずの鉱物エリアから有用な資源をどんどん掘り出していくよ。まずは採石場を建設して石材の生産量をアップ。続いて水晶採掘場1件。2件。さらにもう1件建設するよ。一気に建設したなぁ。しかも水晶採掘場3つも建設してるし。ふふん、開拓開始直後とは違って、今は人とドローンがたくさんいるからね。一度にたくさんの施設を建てても十分回していけるというわけさ。最初は人員節約のためにまずは施設のアップグレードを頑張っていたのに、今ではまず建物の量産か。一度に複数の建物を並べると、地区のデザインがしやすくて良きかな良きかな。水晶採掘所3兄弟が完成したよ。しかし稼働させると酸素が不足し始めたな。酸素が不足するとちょっと困ったことになるから急いで生産量を強化しよう。ちょっと困るどころの話じゃないだろうが、住民が死んでしまうわ。いやぁ、生産能力の高い酸素抽出装置が作れるようになっても、今の成長スピードに対処できないね。発電所を一箇所に集めているように、一度どこかに大規模酸素生産エリアを建設したいな。ま、酸素の生産計画は今後考えるとして、町に戻ってきた探検隊に次の指示を与えるとするよ。次は巻貝の群れというエリアを調査してもらおう。前回調査しようとしたところを海賊に阻まれて、一時帰還を余儀なくされた場所だな。あの場所では巻貝が取れることが容易に想像できるね。マッチをすれば火がつくってくらい先の展開が読めるよ。確かに、これで2枚貝が取れたらなんじゃそりゃーってなるからな。潜水艦が巻貝海外の楽園に向かう間、水晶採掘所の稼働状況でもチェックしようか。酸素の供給も改善したから安定して動いているな。しかしこんなにたくさんの水晶採掘所を作ってどうするつもりだ。これから電子部品工場を建設するのさ。それで電子部品の生産には水晶が必要だから水晶採掘所を追加したってわけ。貿易でしか入手する手段がなかった電子部品が、いよいよこの町で生産できるようになるわけだな。これで貿易摩擦が解消して通貨の流出を防げるよ。電子部品工場は水晶採掘所3兄弟のすぐ近くに建てるよ。
当然のようにもう一軒建設。工場で作られる CPU のようにデュアルで頑張ってもらいましょう。デュアルなんて時代遅れもいいところだがな。建材コストを支払い、税と1の虚空の創造主、電子部品工場を召喚。そのまま輸入業にダイレクトアタック、貿易港は死ぬ。自治区の産業潰してんじゃないよ。これが成長の痛みというものでいす。トムの勝ちでいす。電子部品の完成を祝していると、探検隊から巻貝の群れに到着したと報告があったよ。まあ巻貝が手に入ることは想像がつくが、さっさと調査してもらおうか。食用の巻貝を収穫した。巻貝が500個近くも手に入ったぜ。これで巻貝が手に入らなかったら、巻貝の群れじゃなくて巻貝の群れになるところだった。やかましいわ。何ちょっとうまいこと言おうとしてんだ。この探索で貨物庫が積載超過になっちゃったからコロニーに戻って荷物を下ろすとしようか。一旦コロニーに戻ってからまた探索を再開だな。電子部品の生産には工具も使うから、鉄採掘場と工具製造所を追加しておくよ。もう工具が維持コストに使われるのが当たり前になってきたな。工具は最初、建材だけにしか使われなかったのにね。バトル漫画で言うとあんだけ強かった強敵が新ボスのかませになったって感じだよ。いや全くわからん例えだが。霊夢、探検隊が戻ってきたから貨物庫の中身をコロニーに移しておいたぜ。よし、それじゃあ電池を補充して次の調査ポイントに向かってもらおう。次は古い海底基地に向かうぜ。ここでは意外性のある発見があるといいね。海王画を発見するとか。ねえよ、ポケモンじゃねえか。そして探検隊一行は何事もなく海底基地にたどり着いた。まあコロニーから近いところにあるしな。調査を行ったけど、誰かがすでに物色した後のようだ。わずかばかりの鉄とプラスチックしか手に入らなかったよ。まあ常に太陽気を掲げられるなんて美味しい話はないか。あ、また救援要請の信号が出ているよ。早速助けに向かおう。さっきは救援信号の場所には何もなかったが、今回はどうかな?2回続けて空振りなんてことは考えにくいし、何かしらの成果は得られると思うね。それじゃ探検隊にはもう一仕事頑張ってもらうぜ。探検隊が現場に到着するのを、海面でも眺めながら待つとしようか。あ、パイプラインで液体漏れが発生しているぜ。液体漏れなんて瞬きする間に修理できるけど、最近こういうのが増えてきたねー。液体漏れは施設とパイプの接合部で発生するからな。施設が増えれば増えるほど液体漏れが発生する頻度が高くなるぞ。液体漏れは全く脅威じゃないけど、いちいちアナウンスに気を取られるのは嫌だなー。なら修理を人に任せたらどうだ?このメンテナンス施設というやつは、周りにあるパイプを自動で修復してくれるんだ。施設が集中しているところに配置すれば、液体漏れの頻度も減少するはずだぜ。へぇ、こんな便利なものがあったんだね。まあ私もあまり意味ない施設と思って今まで軽視してたからな。この青いサークルの中が自動で修理してくれる範囲か。メンテナンス箇所も明示されているからわかりやすいな。この場所がベストプレイスと判断してメンテナンス施設を建設することにしたよ。石油プラントや鉄採掘場をカバーできるな。ドローンくんの匠の技でメンテナンス施設が完成。これでここら一帯の液体漏れを防げるね。さらにアップグレードを行えば、メンテナンス施設がカバーしてくれる範囲が広がるぜ。おお、確かに広がりを見せているね。最大限までアップグレードすると、ゆりかごから墓場まで担当してくれそう。それはお前の担当だろうが。それではメンテ屋さん、あとはよろしゅうに。あ、霊夢、探検隊の潜水艦がまた待機中になっているぜ。また海賊の襲撃か。いや、今回は状況が違うみたいだ。貿易庁の潜水艦に遭遇し、彼らは救助を必要としていた。我々は事態を収集し、貿易庁は感謝の印としていくつかの物資を渡してくれた。へぇ、貿易船の救助なんてこともあるんだねー。感謝の印として複数の品をちょっとずつもらったぜ。遠慮船でももっとくれていいんやで、お前はもうちょっと遠慮しろ。貿易船を助けた後は何事もなく救援現場に到着したよ。早速周囲を調べたところ、システム障害で動けなくなっている貿易商の潜水艦を発見したぜ。おいおい探検隊の連中、報酬がしょぼいからってやっちまったか。さっきとは違う潜水艦だよ。
とにかく、助けたお礼に真珠を91個もらったぜ。真珠は柿の養殖の副産物として収穫できる資源だね。コロニーにいくらか在庫があるが、せっかくなんだしありがたくもらっておくぜ。そして今回の探検はこれにて終わりにしよう。いろんな場所を回ってくれたから、探検隊をちょっと休ませてあげるよ。さてと、それじゃああとはコロニーの開発に注力しようか。前回建設した第3のドームは商業施設をたくさん廃棄するって宣言したね。そうだったな。スーパーは前回建てたから、今回はこのエリアに飲食店を建てていくよ。現在研究が終わって建設できるようになった飲食店は、パブ、ファーストフード店、寿司屋の3種類だよ。見事に関連性の薄い飲食店が並んだな。まあ寿司はジャパニーズファーストフードとも言うし、全部大衆向けのお店ということでしょう。というわけで、寿司、天ぷら、すき焼きという外国人が連呼しそうな日本食のお店3軒を建設、大衆食堂というくくりはどうなった？大体フィッシュ&チップスと天ぷらは揚げ物という共通点があるが、パブとすき焼きは全く接点ないじゃないか。そんなことはない。パブの中にはちゃんとすき焼きという文字が隠れているんだよ。なわけねえだろ。まあまあ、これを見て。パブだな。これをよく見てね。これをぐいっと近づけるとね。ほらここにすき焼きの文字が。くだれなんだよそれ！バカバカしい！霊夢が特大のバカをやっていた間に寿司屋が完成したぜ。看板に三千と輝く寿司の二文字、どっからどう見ても五文字あるが、この看板に釣られて大勢のお客さんが訪れること間違いなし、と言いたいところだけどまだ寿司屋は稼働できないよ。その理由は原料不足。寿司の材料にはサーモンが必要なんだけど、このコロニーにはサーモンがないんだよ。マグロを使えばいいだろうに。外国人は鮭のお寿司が大好きだから仕方ないね。というわけで寿司屋のオープンは後日になるよ。寿司屋はすんなり完成したがパブとフィッシュ&チップスの店はなかなか建設が始まらないな。飲食店の建材には家具が必要だから、家具が揃うのを待っているんだよ。お、ようやくフィッシュ&チップスの店の建設が始まったな。って、いきなりなんだ？どうやらコロニー内で神学論争が勃発しているらしいね。科学者と宗教家が霊夢市長の指示を取り付けようと躍起になっているぜ。まあ私は実家が神社なので、ここは宗教家の肩を持つとしましょうかね。たまに思い出したかのように原作要素をなぞるな。ただし私への献金は怠らないように。おい。まあ真面目なことを言うと、今は教育に関する幸福よりも信仰に関する幸福が低いからね。宗教家を支持することでバランスを取ったわけさ。確かに、教育の幸福はこれ以上上がりようがないからな。科学者を支持しても得することはないか。これぞ霊夢ちゃんのバランス感覚よ。ファーストフード店が完成したな。ただ残念なことに、フィッシュ&チップスはまだ作ることができないね。なんだよこっちも原料がないのか。いやいや、原料はあるんだよ。フィッシュ&チップスの原料は小魚とジャガイモ。この二つは今も生産している食材だよ。じゃあなんでファーストフード店をオープンしないんだよ。その理由はこれだよ。この食料リストを見てほしい。これがどうした？現在、食料の需要はティア1に集中していて、住民たちはティア2の食料に見向きもしてないんだ。確かに、柿がたくさんあるのに誰も手をつけている気配がないぜ。つまり需要が発生するまでティア2、ティア3の食料は消費されないということさ。で、これを踏まえてさっき作ったレストランの食事を見ると、フィッシュ&チップスはティア2、寿司に至ってはティア3の食料だから、今作っても誰も食べてくれないんだよ。柿の養殖場を作った時に、食の欲求が高まっているという話は何だったんだ。どうやら誤報だったようだ。マジかよ。見損なったぜシャンクス、これからはミホークのファンになるぜ。トマース氏とファーストフードは開店前休業に追い込まれたけど、パブは違うよパブは。パブで生産されるビールは贅沢品に分類されるからな。食料の需要とは関係ないぜ。さて、完成したみたいだね。ビールの生産に必要な材料は小麦とガラスだ。どちらも現在生産している資源だからすぐにパブを稼働させられるな。店をオープンさせたらバーテンさんがやってきたよ。ビールの本格的な生産が始まっていないせいか、まだ店はスカスカだな。ゆくゆくは椅子が全部埋まるくらい盛況になってほしいね。さて、これで心ゆくまでビールが飲めるようになったよ。
早速いっぱい、公務の最中だぞ、ジェ。さっき寿司はまだ需要がないから店は閉めておくと霊夢は言っていたが、寿司の材料のサーモンの需要はあるから、新しくケージを建設して養殖を始めておくぜ。その方が将来寿司が必要になった時にスムーズに材料を供給できるしいいだろ。それもそうだね。あとコロニーの周辺に再び海賊が出現したという警告が出てるぞ。海賊は前回の戦いで大したことないと分かったから、今回もさっさと追い返してやろう。いや、それが今回は防衛基地がない方面から攻めてきているようだ。は？南側からの襲撃なんて過去に一度もなかったから油断していたよ。どうやら襲撃者は一番防御が手薄な場所から攻めてくるようだな。ギリギリ防衛基地の射程圏内に入ってくれー。あ、海賊船から砲撃があったぜ。今の一撃で衛兵所が破壊されたようだ。海賊は人間やドローンを襲わないけど、建物を破壊して回るというわけか。重要な施設が破壊されるのは避けたいところだな。それから海賊は無事に撃退されたぜ。被害はさっきの衛兵所だけで済んだよ。やはり敗北者はこんなもんよ。まあ、同じ方向から来られても対処できるように、防衛基地は増設しておこう。複数の潜水艦で攻め込まれない限り、これだけで十分対処はできるだろうな。パブでいっぱいやりつつ今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。